もうお金はない。働きたい。保育園がない。二人目どうすんの？もうね、全部に答えが出てないんですよ。これは人間用のビタミン C なんですけど、あとワンちゃんにトッピングしたいなぁと思って、1キロ1000円ぐらいなのですごいコスパいいんですよね。買い替えがねやっぱ治らなくて、でいろいろやってみてるんですけど、時期的なものもあって治らないんですよ。犬博士かっていうぐらい、もうめちゃめちゃそれ系勉強してるんですけど、ビタミン C って犬には必要ないって言われてるみたいなんですけど、あった方がいいっていう意見があるみたいで、まあ試してみる価値はあるかなと思って、糖質もいらないって言われてるんですけど、なんか食べたと？なんか口に入ってる？あ！なんか娘がこれを口の中に入れ、ダースベイダーみたいになってたんですけど、今コーってなってました。今もうねこれね、もうねおもちゃとか買うじゃないですか、ワンちゃんがねめっちゃ嫉妬するんですよ。通常取れないやつをかじって取るわけですよ。でその取れたやつで遊ぶんですよ。もう最悪、もう悪循環。もう今ダースベイダーみたいになってる。笑い事じゃない、笑い事じゃない。ダースベイダーみたいになってた、今。こーって。こーって。何の話してたかも忘れましたけど、まあ、うん、まあ、まあ、ビタミン C を、はい。で、保育園は、だいたい家の近くはもう空いてないみたいなんですけど、その、がっつり預けて、働くっていうのもありだし、まあその場合二人目とか病院に通院とかを、まあ、ちょっとまた考えないといけないんですけど、例えば半年ぐらいがっつりやってお金を貯めて辞めちゃって二人目の妊活に入るとか、まあそういうのもいいし、あと一時保育、保育料がね、まあするけど、でも人の子あの金額で預かってるって言われたら私無理なので、全然高いとかは全然思わなかったんですけどね。なので、まあ、保育料満額はきついから、一時保育とかで、週に、まあ、1回だったり2回だったりとか、預けながら、YouTube やったり、短期で、ちょっと1日限定とかで仕事してもいいし、いろいろね、選択肢はあるなと思って、まあ、それもね、YouTube を続けてられるのがいいんですよ。多分皆さんからしたらすごく、その労力でその金額って思うかもしれないんですけど、やっぱね、少しの金額でも自分で稼ぐっていうのが大事で、私はもう少額でも毎月自分で稼ぐ、その道を持ってるっていうところに価値を感じているので、やっぱこう保育料満額払ってパートして残るのこれだけってやっぱなるじゃないですか、どうしても。でも私はそこはですね、得るものはめちゃめちゃあると思ってるので、たとえそのね手元に 2,3 万しか残らない、食費にもならないよって思ったとして、でも子供がね保育園で得られる経験だったりとか、お母さんが子供と離れて得れる休息だったり心の余裕だったりとかはプライスレスなので、うん、プライスレスではダメですよね。ではダメ。うん。プライスレスはダメ。ゼロ円はダメですよね。うん。結局もうお金で悩むのか悩まないのか。私はお金で悩んでる時の方が、うん、解決するしね。まだマシなんじゃないかなと思いますけどね。お金って結局もう働きさえすれば解決するじゃないですか。でもお金じゃない悩みって、どんだけお金使っても解決しないっていうのを経験してるので、やるしかないし、なるようにしかならないので、そんな感じでいろいろと模索しながらやってみようかなって思ってます。
こんにちは。今緊急で動画回してるんですけど、前回の動画にたくさんコメントをいただきまして、もう本当にありがとうございます。たくさんの方に見ていただいたみたいで、本当そこもありがとうございます。昔から YouTube のコメントに、励まされて生きてきたんですけど、今回やっぱつくづく、もう皆さん見ていただくのにも時間を使ってるのに、でまたね、コメントでそういう情報とかをたくさん教えてもらったりして、本当に助かりました。私自身ね、今からこうどうやっていくかっていうところを迷ってる時期なんですけど、私はこうだったよとか、こういうのもどうですかとか、こういう方法もありますよっていうのを家にいながらね、聞けて、選択肢が広がるじゃないですか。全然一人で家にいたって思いもつかないようなことばっかだったので、そのコメントを頼りに今から自分の選択肢を、家族の選択肢をこうどんどん増やしていきたいなと思ってます。もうお礼をちょっと待ってください。もうこういうのはもう本当にやめた方がいいと思うんですけども、私ができることってね、もうこのくらいしかないのかななんて最近思ってます。今いろいろ考えてまして、自分に合った、働き方だったり部活の仕方っていうのがあると思うので、すごく勉強になりました。で、今日は朝もうやめちまおうかな、いろいろと思ってたんですけど、おばたちとお母さんから連絡がありまして、ドッグランに連れて行こうかなと思って、見ました。もう嫉妬したりするんですよ、犬も。仲悪三姉妹に今預けてるので、今からちょっと仲悪三姉妹のところに迎えに行ってきたいと思います。